ジョージ・スミスは、イギリスの考古学者、アッシリア学者。ギルガメ主女児史を解読し、大洪水伝説を初めて紹介したことで特に知られる。スミスは、ロンドンのチェルシーで生まれた。家は貧しく、スミスは14歳の時から、紙幣の彫刻の見習い校として働いていた。レアドやローリンソンの探検に興味をかきたてられ、大英博物館に足しげく通い、 仕事以外の時間を設計文字の読集に費やした。スミスはローリンソンと文通し、1866年にローリンソンは博物館にある自分の事務室に置かれた死刑を使ってスミスが研究することを許した。スミスの最初の発表はイスラエル王国のイエフからシャルマネセル3世への超高年の確定でザ・ソニームに小さく記事が載った。ローリンソンは 自らが予定していた西アジアの設計文字秘文大三館の準備のためにスミスの力を借りたいと博物館に申し出た。その結果、スミスは1867年に大英博物館アッシリア学部門の助手の職に就いた。1870年には大英博物館の東洋の古物の管理者であったサミュエル・バーチの高級助手になった。1871年にスミスは アッシュール・バニパルの年代記の翻訳を出版した。同年、創立したばかりの聖書考古学会において、早期バビロニアの歴史を発表した。同年11月、フェニキア語との二言語秘文を利用して、キプロス音節文字の最初の解読を示した。1872年、ニネベのアッシュール・バニパルの図書館から出土した、年度版の中に大洪水伝説があることを発見し、 1872年12月3日の聖書考古学会で解読を発表した。スミスはアッシリア学の枠を超えて幅広い名声を得た。1873年粘土版の欠けた部分を得るため、デイリーテレグラフ氏の出資によってスミスはニネベの調査を行った。調査は成功し、スミスは洪水伝説だけでなくバビロニアの応答を記した粘土版も発見できた。 1874年、今度は大英博物館の出資によってニネベの考古学調査を行った。2回の調査については1875年の著書にまとめられている。スミスは大洪水以外にも説話の断片を翻訳し、カルデア人の創世記として出版した。1876年、大英博物館の公園で3度目の調査に出発した。スミスは、 シリア北部のジェラブルスで大遺跡を発見し、ここが設計文字文書やエジプトの文書に言うカルケミシュであることを突き止めた。また、アラブ人によって発掘された2000から3000枚の粘土版を入手した。しかし、アレッポ近郊の村で熱に倒れ、アレッポで没した。36歳だった。スミスの残した原稿はアーチボルドセースによって編集。 出版された。ありがとうございます。